急にすまない、一緒に来てくれないか。その話があってな。俺らもっすか。いや、とりあえず彼だけでいい。じゃあ行こうか。生徒会室だ。なんか一人だけって割と珍しくない？単に生徒会のようじゃね。そうだけど、なんていうか先輩の様子ちょっと変っていうか、なんかを背負い込んじゃってる時の顔。気にしすぎだって。さて、じゃあ帰るとしますか。あ、てか順平、あんた席順的に彼の代わりに掃除当番だから廊下お願いね。どういう仕組みそれ。先に事実から伝えておこう。ストレガの一人だった千鳥という子を覚えているだろう。落ち着いて聞いてほしいんだが、実は彼女が今日にも目を覚ますかもしれない。言いたいことはわかる。確かに彼女は目の前で命を落とした。でも実は事件の数日後から彼女の体に象徴化が起きるようになってな。生と死のどちらとも言えない状態がそれ以来何十日も続いてたんだ。わからない。彼女のかつてのペルソナ能力と関係があるかもしれないが、推測の域を出ない。君を呼んだのは伊織にどう伝えるべきか意見を聞きたくてな。というのも彼女はおそらく。はい、私です。そうですか。はい、わかりました。連絡があった。たった今目を覚ましたそうだ。信じがたいが、これであの千鳥という少女は一度死亡を鑑定された状態から蘇ったことに。今なんて。日和。千鳥が。嘘。ドッキリとか。いや、嘘じゃない。彼女は今以前いた病院で静養してる。ただ伊織、その彼女はおそらく。シドリ、シドリが生きてる。あ、こら順平、当番は何なの。もうお互い無駄足になってしまったな。けどまあ、こういう伝わり方の方が良かったかもしれない。この後私も病院へ向かおうと思う。すまないが、もう少しだけ付き合ってくれ。純平、あんたあれだけ全力で出てってまだ部屋にも入ってないの。いや、だってなんか。先輩、私たちは外で待ちます。いきなりゾロゾロ踏み込んでも。分かった。じゃあ、伊織、君も頼む。中へ。あれだけ乱れていた内分泌も臓器の状態もいつの間にかすっかり改善しています。体力こそ弱っていますが、あと2年で命が危ういなんてことはもうないでしょう。千鳥なのか。夢じゃねえんだよな。夢。本物だ。本当に千鳥だ。あなた誰？やはりか、象徴化は適性をなくした証。
もしやとは思っていたが。こちらは桐城さんと伊織くん、去年君のお友達だった二人だよ。友達？私は吉野千鳥。ごめんなさい、私実感ないんだけど、ここ何年かの記憶をなくしてるみたいで、なんだか長い夢を見てたような感じ。吉野千鳥。おそらく適性やペルソナを引き出されて以後の記憶が全て、代わりにそれ以前のことを鮮明に思い出すようですが、皆さんのことはおそらく。伊織。いや、けどむしろ消えてよかったんすよ。戦いだの薬だの覚えてたって。悪夢は冷めた方がいいに決まってんすから。誰も悪夢なんて言ってないでしょ。勝手に決めないで。長いトンネルの出口で優しくて温かいあの人に出会う夢、はっきり思い出せないけど、あの人に喜んでほしくて、私花を確か花たくさん部屋に。千鳥、言って無理に思い出すなって。部屋の花、その記憶にリンクするということはやはり、彼女が花を元気にするという力の使い方をすることがあったのを覚えていますか。実は彼女、伊織くんが来る日になると必ず部屋の花にあれをやっていたんです。特に伊織くんから花をもらってからは時間をかけて大事そうに。持ってった時は目も合わせちゃくんなかったのに。そっか。彼女が触れた花は不思議といつまでも生き生きしている。なので私はそれらを研究用にと全て捨てずに取っておいたんです。彼女の検視の後、その花を胸元に並べて手向けておいたんですが、今思えば象徴化はあの晩から始まったのではと。自分の命を分け与える力、花に与えていた命が彼女自身の命を再び灯したと。もちろん確証はありません。でも今の彼女は昔と全然違っているんです。記憶や力もそうですが、一番変わったのは。ちょっと、さっきから聞いてれば私の話？君がちゃんと生きたいと望むようになったという話だ。ん？何それ、当たり前でしょ。私はいつか絶対あの人を探し出すの。こんなところで寝込んでる場合じゃないの。探し出して、もしも会えたら君はどうしたいんだ。それはあなたには関係ない。シドリ、互いの思いが結んだ奇跡、いや勝利だな。シドリ、どうしてあなたが泣いてるのよ。しょうがねえだろ、俺今人生で一番嬉しいんだからさ。やれやれだな。行こうか。